米沢部長じゃないですか。え、ああ、あ、どうも。ストロングの米沢部長じゃないですか。あ、そうです。このフルッチ旧アッパレ釣りちゃんに来てくれたんですか。もちろん遊びに来ました。新しいストロングはどうですか。新しいストロングはまあストロングに変わってからまず魚は釣れていない。まずそれがね、まず一言ですね。何にも釣れてないのに等しい。そっちは釣れてないですか。こっちは旧はね、もうハゼが300ですよ。すごいです本当に。その300の記念のためにね、一瞬だけ気まぐれ復活ですよ。ああ、いいですね。あの前編もね、あ、見ましたけど。見てもらった、はい、はい。今ね299なんで、あと1すればもう大記録ですか。そう、大記録ですね。それはね、ぜひね宗蔵部長に祝ってほしかったんですね。もちろん、あのお祝いさせてください。はい、じゃあ早速。そうですね、どんな釣りになるか。天気いいですね。天気はいい、風はない、とても釣りがしやすい。いやまだね、今 10月半ばなんですけど、とてもあったかいというか暑いですね。そうだね、うん、夏みたい。そうですね、ちょっと夏、まあセミが鳴いてないだけで実際は暑いです。まあね、今日いいものをね見させてもらいますよ。はい、どうですか予想は。どのぐらいでも、あと1で300なんですけど、うん、5分ぐらいで来ちゃう。まああれですね、2投目で来ると思いますね。なるほど、それが宗蔵部長の予想ね。そう、はい、2投目、ちょっと2投目というワードはちょっと私ね、いろいろ意味があっての2投目と今言ったので。ああ、なるほど、はい、それは後ほど。じゃあ後でそれを楽しみに、2投目で釣れることを願いましょう。そうです、2投目。はい、いよいよ今日の主役が登場しました。そうですね、こんにちは。こんにちは、やりますよ今日。前回は前編すいませんね、299で無理に止めちゃいましたけど。いや、とんでもないです。調子乗ってきたところで止めました。金沢部長来てくれるんであれば、はい、嬉しいです。そうですね、ちょっと特別な記念なんで、はい、頑張りたい、はい、今日はどうですか。タック見せられるところまで。まあ、これはあの熊五郎さんと一緒のタックですね。あ、私が真似したネロスト、ね、かっこいいですね、黒くて。これあのほとんど、まあこれ大体500匹以上も釣ってるんで。これで、これでも500匹も釣ってる。やっぱりこれ今日あの卒業のセットがいいんですね。え、今日これ卒業、卒業、あれ卒業記念、あれ涙が出ちゃうもう今日このセット卒業なんですよ。いや、やっぱりね、やっぱラスト1でね、キーの数字300、やっぱ300で卒業、やっぱ男だね、本当に男らしい本当に。わかりました。ちょっと悲しくなってくるけどね、そう聞くと、卒業という言葉はちょっと悲しいけど、このなんかリールと竿も特別に見えてくる、ね、うん、最後のお仕事っていうことになってくる。そうですね、だいぶ使いましたね。はい、もっと取ったでしょ300って。これ去年から使ってるから500ぐらいは釣ってるんですよね。すごいね、みんな500ですよ、500ですよ、500。簡単に出せないですからね、500なんて。そう、私なんかハゼまだゼロなんだから、多分一生で500いかないんじゃない。無理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 、ね、ない、はい、だと、はい、やばいな、えぐいっすね。まあいつも通りこのブラですね。あ、そうです、はい、分かりました。ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。ハゼ沼さんだから遠くに来てるからこっちの間だから。ああ。じゃあ大頭お願いします。餌をね、餌付けはまあ見せないっていうことなんで、ちょっと離れます。多分ね、餌の付け方とかそういうのにもね秘密あるんですよね。ま、俺はちょんがけだけどね。ま、俺はちょんがけだけどね。ま、俺はちょんがけだけどね。あ、宗蔵部長、はい、2投目で釣れるということだ。まあ僕の予想は2投目。まあもちろん俺は釣るからには1投目から狙います。ああ、いいっす、お願いします。じゃあ、まずキャスト言いますよ。はい、
2度目が。どうですか、1投目から来る感じはないですか。いや、なくもないですけど、ちょっともうちょっと左側に投げたかったんだけどね。塩で言ったら今は動いてない。塩で言ったら、まあ、今動かないですね。今上げてるところだもん。あ、若干上げですか、うん、アプリで見ると最低の塩です。あ、そうですか。今日でもあのダイアンなんでね。あ、そういう日に決めるという熊さんらしいですね。まさか。ちょっとシャコっぽいような今当たりが。あ、当たりが。まあ当たりはあったようですよ。一投目ですからね、皆さん。一投目。まだ。でもまあほら、シャコかハゼかっていうのももう分かるわけですよ。俺は分かんない。分かんないでしょ。うん。多分胸ぞぶ長だったらそのシャコの当たりだけでももう。来たよーとかって、そうそう興奮してとりあえず。しびれそうになってます、ね。そう。はい。もうそうですね、キチガイになる準備 OK って感じなんですけど。やられてます。1投目では来なかった。そうですね。じゃあ、僕が言った予想した2投目が今からね、セカンドです。第2投ちょうどうっすらと潮目出てるんで、そこ1丁入れて。潮目ってダメだ。潮目が出てますけど、胸蔵部長、何ですか潮目って。あれ、塩目ってなんだっけ。まあ、塩目って塩の目とかっていうやつですか。相変わらずよく足とかにできるやつ。それ魚の目。魚の目、そう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 、それそれそれ言いたかったんです、俺。来ましたか。カニかシャコ。上にファッと乗ったような感じ。OK、次行きます。はい、ちょっと潮目の手前で。なんだろう、一頭一頭緊張が走るな。俺こんな、今までこんなに緊張したことないんだよな、俺。本当にびっくりだよ、こんな緊張させてくれるなんて。本当にハゼ釣り様々だね。できれば大きいのついたよね。そうですね。
ぜひお願いします。そうだね、上州屋のハゼダービーで1位を取るぐらいのが来るそれが第300本もうすごい、それ最高にいいですねそれは本当はいいことなんですけど、ね、300匹目がこのハゼダービーで1位を 取るハゼだったっていう、そういう結果が欲しいですけどね。欲しいですね。そうすると奇跡の回になります。奇跡だね。でもアッパレ釣りチャンネルは奇跡のチャンネルって言われてるから、少しそうだね、そういうこともありますからね、はい、そう奇跡チャンネルですからね、うん、24cm の釣れたらもう最高だな、ね、うんうん、24まで今年だから釣ってるんですよ。あーあーそうですか。ただそのダービー分かんなかったからね、当時はね、分かんなかったからさばいちゃいましたね、うん、あ分かってたら持っていったよ。あ本当だね、っていう話ですよね。まあただ今ね25釣ればいいわけですよそう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 、それでいい。ウザブチ、あの、うん、予想の2投目を超えて今3投目でも来てませんが、まあ今から4投目になるわけですが、やっぱりだって大きいハゼしか狙ってないから、もう本当はもうハゼ1投目で釣れてるんだけど、もうそれは海の中で釣れてないけど海の中で逃げ、うん、逃がして逃げてもらって、あそうなんでかいの車で大先生は合わせないんですよ。そういう技をやった、そういう技があるんですよ、この釣りには。あなるほどね、いいこと言うね。あえて合わせない、合わせないで、うん、わざと逃したね、うん、そう小さいから、そうなるほど、もう感じそこで感じ取ってるんですよね、大きい小さい、なるほどね、うん、逃した、そういうことです。デタラメだと思いますけどね。で2投目で釣れたら何か言うって言ってたけど、もう言えなくなったってさ。まあ、言うのやめた。いや言いたい。一応言っておく。はい、2投目で、はい、釣れたって言えば、はい。なんで僕が2投目にこだわるかっていうと、実はですね、これ3年間タコが釣れてなくて、とですね、前回、まあ最近ね、タコ釣りに行って、開始、まあ数分、まあ2投目で、巨大マダコを釣れたんですよ。巨大マダコですよ、みんな。巨大の、まあ、俺の中では巨大だった、はい、だからこのハゼ300も2投目で来ると。そう2投目に今縁起、そう縁起ね、いいのね。なるほど、でも来なかったまあね、いやいいんですよ、逃がしてるからいいんですよ、海底の中でね。いいのいいの、大きいのを狙うんだ。意外に来ないですね。撮影してすぐ 2,3 分で、はい300ってなるかなと思ったから。前回は行った時すぐパンパンと釣れてたんですか、うん、その。そう、うん、もうパンポ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 ンって、まあ、かなりね、潮がやっぱ関係してくるから、うん、いやいやいや、
今より真剣にやってて釣れねえんだから。大記録っていうのはそういうもんなんですよ。うん、なかなかね、なかなかね、プロ野球でもそうじゃないですか。そうですね、記録の時に限ってなかなか達成しないっていうもんなんですよね。2000本安打とかよくね。そういうことです。1999になるとなかなか打てない。そうですね。あ、2000本安打とかね、うん、なんかジンクスがあるのかな、なんかそういうやつだね。うん、先生も、ね、やっぱり打たれるピッチャーもやっぱり嫌なようで。まあそりゃそうですよね。ハゼたちもやっぱり、ハゼたちも300匹目になりたくないわけだ。そう、これ海の中で、うん、次釣られたら300だぞみたいな感じで、餌を取るんだったら針にかかんないように慎重に取れ。なるほどね。ハゼたちもそう歌ってるんです。なるほど、そういうことですね。そんなもんですって。だから今日これノーカットの2時間ぐらいのビデオになったりしてね。ああ、いいですね。少々フィールドを移動しました。正面届くように多分。なるほどね、うん、そうだね、正面に届くがあったりね。おー、まあそりゃそっか、本気ですもん。俺も常に本気なんだけど。歩けないですね、タコは。船も止まってるようじゃ。あ、でもまだまだ奥もあるんだ。ああ、あらりゃ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 。来ましたか。外しました。外した。あ、すごい、すげえんだけど。ああやってちゃんと合わせて釣ると。すげえんだけど、ね、今のかっこよかったですね、うん、突然なったからさ、うんうん、ヒヤッとしたよ。だからたまたまこう待ってて向こう合わせて向こうがね針にかかるっていうんじゃないんだよ、ね、うん、こっちでタイミング合わせてかけてやるっていうこと。すげえ今の。もうちょいでアッパるところでした。いや、ほんと、あー、そうそうそう、アッパってほしいね。Thank you.
変わってきた。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。これはどうですか。ハゼです。ハゼでーす。やった300匹目のハゼが来ました。ついに大記録達成。しかもダブバゼ。300匹目のハゼが来ました。ついに大記録達成。しかもダブバゼ。17、18ぐらいあるのかな。素晴らしいな。あ、いいですね。俺の手で20センチあるから、もう20以上あるな。20がないだろ。20ないっすかね。17、18。綺麗なハゼですね。綺麗だね、本当にね。綺麗、これはあのね、代表して罰ゲームを受けに来たハゼなんてかわいそうなんでね、はい、これは話したい。リリース、はい、300匹目はリリースということですよ。ありがとう。さようなら。やりましたね。やりました。なんとかおかげさまで。ちょっと苦戦しましたけど、最後ね。すごいね。素晴らしい。これがね、本当にベテランの、ね、釣りなんですよ。俺と部長なんか300記念に何か買ってきたっていうことで、はい、あったんで。お、なんでしょう。こいつはちょっといい話が今聞こえてきましたけど、甘いものそれともしょっぱいものそれとも、さあどうでしょう。お、何それ。これはね、それが、これ見てください、プレゼント。300匹目の記念、ありがとうございます。プレゼント for you。 できれば中見てほしいですね。中ですか。はい、これあの美味しいケーキのような。300匹目にぜひ開けてほしいですね。品名、生菓子。パーン。うわー、あ、これすごい。ほら、ちゃんと書いてある。ちょっと見せてください。はい、赤間大先生ハゼ300おめでとう。素晴らしい。一つはタルトなんだ。これ両方ともタルトかな。やるね、気が利くね、宗蔵部長。いやー、やっぱりね、300のね、記念にということで、本当ありがとうございます。300という数字、みんなどれだけ大変なのか分かる。みんなこんなに大変なんだよ、本当に。一瞬ね、待ってる時ちょっと今日無理かと思ったけど、そう、まあ、来てみれば、まあちょうど1時間ぐらいですね。うん、楽しませてもらいましたね、うん、これやっぱこの塩釜港で300ワンシーズンにっていうのはちょっとすごいと思います。結構ね、厳しいフィールドだと思います。そうですよね、ここにいるんですけれど、なかなかみんな皆さんあの釣って帰ることができないよ、ね、うな、ん、海ですね、ここ塩釜とか ね、うん、まあ昔はよく釣れたんだろうけど、ここもあれですか、松島湾のハゼって言えばいいんですか。ここで釣れるやつも、はい、そうだと思います。
だから昔だと有名なハゼだからいっぱい釣れたんでしょうね。昔はそうですね、釣れましたね。変わったんですかやっぱり。変わった。やっぱり震災あったのがやっぱり一番の原因だと思いますね。寂しいですね。それでだいぶ変わったと思います。だんだん戻ってきたっていうことですか。そういうわけではない。今年のねハゼを見ると、うん、サイズが結構大きいのが多くて、うん、まあだから私も面白半分にね数重ねていったわけなんですけれども、はい、今年のハゼは大きいと、はい、だからやっぱり餌がね戻ってきてるんじゃないかなと思いますね、はい、まあ、海藻類ですか、はい、そういうハゼの食べるようなものね。なるそれですね。今日は今年で今日はねこのロッドトリールとお別れなんですけど、ね、これ今日せっかくね宗蔵部長来ていただいたんで、これ宗蔵部長にね引き継いでもらおうと。あらららら、あや、あなた来年300積んなきゃいけないんだよ。来年300積んなきゃいけないんだよ。やばいな、みんなおい、なら先生のセットもらっちゃった。やばいな、これでハゼ積んなきゃあかん、いけませんよですね、はい、もうねじゃあ今度はほらそっちのストロングでそれでハゼを釣るっていう動画見せてくださいよ。そうですね、ちょうど今シーズンなんで早速あとハゼ釣りに行ってみて。うん、わあすげえ。そうだよ、宗蔵部長がストロングでそれでハゼ釣って上州屋に持っていくとそういう物語を見たい。そうですね、このブラもね、ちゃんと記念の300匹目のブラ、ね、300号ですよ。それまでもらっちゃったブラまで、あらららら、ら魂をちょっと引き継いでもらうね。すべてがもうみんな魂ですから、魂、ね、はい、スプリット、はい、スプリットだけだったら500は釣ってるの。なんちったの今スプリット、あ、違うか、スプリットじゃない、スプリットじゃない、スピリッツスピリッツ、スピリットじゃない、スピリッツスピリッツ。でもこれトータル500、約500ぐらいは釣ってますね、それでね。ああ、黒ひょうと頑張ればなんとか500いける。はい、ぜひね、はい、我々をそれで楽しませてお礼してください。そうですね、そのお礼っていうのはまあハゼを釣ることかな。そういうことです。はい、ということです。はい、ありがとうございました。はい、ではお疲れ様でございました。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございました。すげえ。宗蔵部長最近何してたんですか。そして最近何言ってんすか。もう僕ねタコ釣りしかしてないんですよ、うん、あ、そうなの。そう、もう釣れないんでしょどうせ。何言ってんすか。元ねタコプロと言われた男ですよ。もう何、実はですね、まあ最近、うん、大きいね巨大なねマダコを1杯あげましたから。何それ。1杯それじゃあ今度ストロングに出ちゃうのそれ。いや残念、ストロングも何も撮影してない時だから、また疑惑かもしれないけど証拠の写真がありますので、じゃあちょっと写真ここで皆さんにねお見せしますから、あるんであればね。まああるんであれば、はい、本当に釣ったぞっていう場面ね。はい、そうです。写真出すんで写真に合わせてちょっと一言お願いします。はい、まあこうやってねまた、まあ、3年ぶりに俺釣れたんだけど、この今回一杯釣ったということで今後もまたなんか釣れるような気がしてきた。もうなんかプロになったよね、プロに。もう誘いのプロ。そういう長い言葉は私期待してないんですけど、たった一言でいいんですか。まあ、一言プロと言ってください。違うそれじゃない。旧あっぱれ釣りちゃんでやってくれたあれですよこれ。あ、静かでいいですか。こんなとこで興奮してやったらきちんです。そうですね、これがめちゃら釣りっすよ。はい、それとじゃあ写真とね、うん、写真があるんであればそれに合わせて、あればね、せといて本当に釣ったぞっていうのを皆さんに見てもらいます。そう、プロのこれが部長の釣りですよっていうことでしたね。そのタコ釣りの話も今日のハゼの300にとっては邪魔なだけの話ですよそうそうそう、これがめちゃら釣りっすよ。